カウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都新宿区に来ています。今日訪ねしている会社はですね、人材サービスの会社です。人材サービスの中でも、既婚者、いわゆる主婦の方々に特化した人材サービス業でですね、日本一、年間6500人の雇用を創出し、現在2015年の時点でおよそ年商50億の会社を作っていらっしゃる株式会社 B スタイルさんです。こちらの会社はですね、2名で共同創業者、そして現在共同社長というですね、2人の社長さんがいらっしゃるんですが、この2人のうち、CDO というですね、チーフディベロップオフィサー、事業をデザインするオフィサーというですね、そういう右脳的部門を担当していらっしゃる三原社長に、この創業の理由、そしてこの会社の成長の秘密について詳しく伺いたいと思います。ご紹介します。三原社長、今日よろしくお願いします。お願いします。株式会社 B スタイルさんというですね、2002年にできて今およそ50億にまで成長してこられている会社、共同経営者として三原社長ともう一方松村社長という二方で、創業時から小学校時代の同級生が作った会社ということを伺ってますが、まずこの B スタイルさんのですね、会社の概要を。はい、2002年に創業して、一番初めのそのスターティングとしては、当時その何でしょうか、私も大手の人材事業にいたので、将来的なことを考えていくとなると、若年労働人口が減っていくやっぱり世の中になるので、代替労働力として主婦やシニアか外国人を活用する、そんな時代になるんだろうということを見据えてですね、女性ですねが結婚出産をしても働けるような、そんな世の中にしたいということを、夢見て会社を創業しました。なので今は主婦の人材事業として、本当にローキャリアからハイキャリアの方まで、幅広く人材派遣であったり求人媒体であったりだとか、いろんなサービス形態に合わせながら、総合的にお客様を支援する会社であるという顔が一つですね。主婦の、就職支援というのが一つ、一つですね、もう一つは、今は若者の当然取り組みなんですけども、20代中心とした中での紹介予定派遣、ただ単純な紹介予定派遣ではなくて、第二新卒であるその若手がですね、就職活動もしながらかつその教育もしながら、評価も受けながら、派遣をという働き方を通じてその企業さんに就職する率を高めていくような、そんなサービスなんかもやらせていただいてますね。なるほど。最近立ち上げたのはこれからのキャリアという、ブランドなんですけれども、27歳からの10年後を見据えた女性の転職支援をしようじゃないかということでスタートしたサービスがありまして、そこは主婦というよりかどちらかというと女性ですね、女性という国の中で事業させていただいている。どちらかというとだから女性向けの就職支援事業、主婦向けの就職支援事業、それから若者向けの就職支援事業という、そういう体ですけども、それぞれやっぱりテーマがあった取り組みをしているというところがちょっと特徴的ですね。主婦であったりその第二新卒であったりということなんですけど、全部やっぱり女性中心ですか？女性が中心には結論がなりますね、なってますね。男女に対するその性差あるわけではないんですけれども、特にその主婦というところについては、過去やっぱり2002年ぐらいになりますと今はだいぶ違いますけれどもね、やっぱりその働きたくても働けないみたいな、社会課題みたいなものがやっぱり根強くあったもんですから、B スタイルはやっぱりこうソーシャルカンパニーですので、社会課題における解決も果たしつつ事業としても伸ばしていくという取り組みを、いわゆるオアではなくアンドで実現していく、そんな企業体にしたいということも一つの理念として持ち合わせているので、それぞれにね、当然社会課題がありますから、それを解決をしながら推進していくということをさせていただいています。なるほど。事業規模のことなんですが、売上でいうとおよそ50億今作ってらっしゃるということなんですが、どれくらいの数の女性とか主婦の方々を派遣したり紹介したりしていらっしゃるんでしょうか？はい、その規模、年間で、派遣であったりだとか、それから当然その短期的に短い期間で働いたりもしますけれども、年間大体6500人ぐらいの新たな雇用を必ず作り続けていくということをしていますね。
それは年々もちろん増えてきてるんですか？そうですね、年々増え続けてます。なるほど。企業理念のベストベーシックスタイル、うん、はい、この内容について。そうですね、 B スタイルはベストベーシックスタイル、時代に合わせた価値を創造すると、その時代その時代でベストでベーシックなものを作っていこうというのがこう理念なんですね。例えば今カメラ買いましょうとか言った時に、まあフィルム付きカメラってなかなか買わないじゃないですか。でそれはやっぱりその時代に合わせた価値として、やっぱりそのお客様自身がフィルムを出しに行く手間とかもなく、もうバン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 撮ってもお金もかからない、やっぱりデジタルカメラをやっぱりこう採用するようになったということで、その時代に合わせた価値を創造していかないと企業って最終的に残らないというのが私のやっぱりそのポリシーなんですよね。だから企業を残すのではなくて、世の中にとってベストであら価値を残し続けるということが企業の使命であるので、これがやっぱりだん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 会社が大きくなってくるとですね、会社を残そうというようなやっぱりこう力が強くなってくる、目的が変わってきちゃう、目的が変わってきちゃう、こうではなくてやっぱり価値を残し続けるということを主眼に置きたいということで、この社名を、なるほど、はい、作らせていただきました。ベストベーシックスタイル、時代に合わせた価値を作ると。そうですね、正しいスタイルですよね、スタイルを作ると、はい、例えば社会にとっても今の課題はこうであると、10年後20年後はこういうスタイルであった方がベストだろうなとか、女性であってもそうですね、10年前はこういうスタイルだったんだけど、はい、10年後はこういうスタイルだった方がベストであろうと、家族の形もいろいろ変わってきますし、はい、それに合わせた形、うん、そうですね、10年後20年後にとって、それぞれが幸せな形に近づけていく、なるほど、それを取り組んでいる会社ですね。そうですね。